Football Databank Special. Taka fuses current position in La Liga. 現在残り10試合を切ったところで、皆さん応援に熱が入っていることと存じます。しかし、タケは常に頑張っておりますが、交代時間であったり、先発起用であったり、日本代表での扱いであったり、負に落ちない点もあるのではないでしょうか。そこで、今回はタケのラリーガでの現在地を数字から見てみて、一体どのぐらいのポテンシャルが数字上はあるのか理解してみよう、という企画でございます。え、嘘だろ、という結果もありますので、ぜひ最後までご覧ください。ここから先は、タケ以外の選手を応援している方、並びに企画であっても数字だけでは意味がないんだよ。サッカーは、という強い思いがある方は、離脱していただければと存じます。と、申しますのは、今回はいつもやっていない、数字から意見を述べる回とさせていただくからです。しかも、意識を、タケと数字に振り切って考慮した場合、というスタンスで行いますので、本来は、数字だけでは、その選手の評価は測れないのは重々承知しておりますが、このチャンネルならではの数字からだけで見てみようという回ですので、その点、皆さんもご承知の上、ご覧いただき、ご自身もご一緒に考察しいただければと存じます。おまけの参考情報として、プレミアのハーランドと三笘のデータも比較しております。それでは、早速、参ります。今回は、ソファースコアのデータを元に行っております。いつもご覧いただいているレーティング評価ですが、皆さんにお伝えしております通り、機械式の数字と人間が行う評価では、違いが出てしまうという、機械式の限界もお伝えしておりますが、結論から申しますと、今回のように、1試合ではなく、ある程度、試合数が重なると、やはり、市場価値が高かったり、ビッグクラブの選手は、機械式でも、高い数字を残していることがわかりますので、まんざら、無駄といったことにもならないことを理解していただけると思います。ラリーが29節終了時点1部、28節終了時点のチームありの全選手のランキング結果となります。その中で、大きく注目選手として表示は、レアルマドリーとバルサとタケの所属した、マジョルカ、ヘタフェ、ビジャレアルの一部と、ソシエダの選手を大きく取り上げております。まずは、レーティングの10位から、1位は、誰なのか、を見てまいりましょう。やはりビッグクラブのレバドン、パレホ、バルデルデ、ペドリ、ベンゼマクロースとなりましたが、なんと、現9位のジローナから、ガルシアさんが、素晴らしい2位に、そして、絶好調のアトレティコのグリーズマンが最高となっており、上位人は、ほとんど、上位の順位の選手となっておりますが、現16位のカディスから割り込んだダビド・ヒルさんは、すごいですね。残念ながら、ソシエダの選手は、ベスト10には、入りませんでした。それでは、皆さんお待ちかねの、タケの順位を見るために、11位以降を見てまいりましょう。お、20位に、我らのメリーノさんの登場。32位にヘタフェの10番、36位にタケと同年生まれのロドリゴ、39位にビニシウス、43位に因縁のムリキ、54位にモドリッチ、55位にメンデスの登場。ということはタケも登場間近か。というところで、友人のイガインが62位、83位にデミロさん、94位にルノルマンさん、来た、我らのタケがなんとか100位以内の99位登場です。そして、なんと、同率に、ガビの登場となりまして、ガビが移籍、年俸40億とかの噂も出てる通り、素晴らしい評価の選手も、100位ということで、タケの99位は、素晴らしく頑張ってると言って良いでしょう。それでは、100位以降を見てまいりましょう。104位に、シルバ師匠。ここから、ソシエダ選手が続々登場。マルサ移籍の噂もあったスビメンディさんが、157位。ここから、200位以降。なんと、タケの友人のファティが、229位。ソシエダ選手が、5名登場。ここから300位以降。そして、301位に、なんと、セルロートさん。その後、バレネチェアさん、チョさん、カルロスさんと、フォワード陣が、連続登場で。なんと、385位に、オヤルサバルさん。最終の389位に、現在、呼ばれなくなってしまった、マリンさんとなりましたので。実質、最下位は、なんと、オヤルサバルさんとなっております。もちろん、オヤルサバルさんは、出場数が少ないので、不利ではありますが。皆さんは、どうお思いになるでしょうか。そして、フォワード陣が、軒並み、300位以降という現状が、勝ち負けに影響しているのは、間違いないのではないでしょうか。ちなみに、バルサ、レアルは、100位以内に、レギュラークラスは、ほぼ登場しているので、選手層が、厚いと言わざるを得ないでしょう。レーティングは、以上の結果となりました。それでは、次に、ゴール数、行ってみましょう。ご覧の通りの顔ぶれですね。マジョルカのムリキは、6位。イメージとして、ビニシウスはすごい、という感じがありますが、セルロートと同じ9ゴールの10位ですね。ブライスは、バルベルデ、アセンシオと同じ7ゴールで、15位。そして、我らのタケは、ペドリ、ハフィーニャと同じ、6ゴールで、20ぐらいですね。下には、デンベレもロドリゴもいますからね。日本では、なぜか、ゴールが少ないということを言ってるメディア、アンチもいると思いますが。じゃ、デンベレ、ロドリゴの方が少ないことに、どう言うんでしょうね、W。それでは、もっと、タケがすごいんだよということを、これから、証明しますね。ゴール期待値、XG 行きましょう。ちょっと、見る前に、ご説明をしますね。いつも試合でお伝えしておりますゴール期待値の XG ですが、
その際はそのゴールがどれだけの成功確率かという判断に使えますが、今回のようにシリーズを通しての XG となりますと、ゴール数と比較することでこの人はゴールが上手いのかどうなのかがわかります。例えばご覧の通り、レバドンは XG が 17.2 ですので 17.2 点入るはずだったのに対して、実際に17ゴール上げていますので数字通りに決めている選手と言えます。2位のベンゼマは XG が 16.87 ですので 16.87 点入るはずだったのに対して、実際には14点ですので、この数字だけでいけば決定力が低いと言えます。またお伝えしますが、数字からに振り切って話しておりますのでね、その点はご注意くださいね。厳密にはプレーそのものも加味して判断するべきです。そこでですが、 XG が4位のロドリゴは XG11 に対して5点ですので、数字上は半分以下の低い決定力であるとなります。そこでビニシウスも XG9.72 に対して9点なので数字通り、ムリキは XG9.39 に対して12点ですので決定力があると言えますね。セルロートは XG9.15 に対して9点なので数字通り、そしてブライスも XG5.14 に対して7点なので数字以上、我らタケは XG31 で XG4.12 に対して6なので数字以上ですと決定力は高いと言えるんですね。ここで皆さん思いませんでした？あの化け物ハーランドはどうなのだろうか、すごいすごいと言われている三笘はどうなのかと。それではちょっと見てみましょう。ハーランドは XG22.65 に対して32.5ゴールしてますので、かなり上回っており驚異的ですね。三笘さんは XG4.35 に対して7ですので、若干竹より高いという感じですね。日本人の大多数が三笘さんはゴールが上手い、竹は下手という感じになってしまっているのは、おそらくラリーガを見てない、代表のゴール数だけを指したり、ゴールを外した試合を大きく伝えている連中の印象層の罠にはまっているのかもしれませんね。それではドリブル成功数に行ってみましょう。これはご覧の通り、1位はビニシウスさん、3位がロドリゴさん、そして7位にイガインさんですね。そしてペドリ、バルベルデ、デヨングなどおりまして、我らタケはガビの一つ少ない31位となっておりますね。素晴らしい成績と思います。下にはデンベレ以下、そうそうたるメンバーですからね。次に守備面から一行ですが、タックル数、なんとご覧の通りビッグクラブの選手を抑えて、我らメリーノさんが5位となっております。そしてメンデスの17位、スビメンディの30位となりまして、我らのタケはグリーズマンより一つ少なく、ペドリよりも一つ多い37で、順位は41位となっておりますね。攻撃的な選手の中で非常に素晴らしい守備にも頑張っていることがわかる結果と言えますね。下にはもちろんご覧の通り、そうそうたるメンバーです。次にアシスト数を、我らのメリーノさんがグリーズマンさんと同数の8で1位、上位に写真が多いという感じなでのビッグクラブの選手が登場していることがわかると思います。そして竹はクロースやベンゼマ、バルベルデ、パレホ、モドリッチ、メンデスさんだと同じの3で23位ですね。ビッグネームと一緒ですから、竹はアシスト少ないとか言ってる人はちゃんと数字を分かって語ってるということなんでしょうか。 W まみてなくて印象で語ってる元日本代表 OB とか多いですよね。 W 次にパス成功率、キーパーが上位を占めてますが、フィールドプレイヤーノーワンは驚異の 94.86 のクロースですね。これもあってレアルの上層部も残留契約なんでしょうね。パチェコさん、ゲバラさんが 90% 超えで上位に、そしてビッグクラブメンバーがどんどん登場となりまして、60位にイジャラ・メンディーさん、67位にスベルディアさん、68位にゴロ・サベルさん、74位にシルバ師匠、86位にスビメンディーさん、あれ、ということで100位以下となっていきますが、我らの竹はまだ登場となりません。109位にメンデスさん、そしてどんどんソシエダメンバーが登場する中で、我ら竹は 75.93% で164位となっております。日本人のイメージではテクニックはあるが決定力がという感じに思っている人が多いでしょうが、実は竹はパスさえ 10% ほど上げて、数字をシルバ師匠と同じくらいの 85% ほどになれば、トータルのレーティングはかなり上位になるという事実が分かっていただけたと思います。パス以外はソシエダのメンバーの中で全て上位でしたが、パスだけ下位となってるんですね。以上ご覧いただき、えっと思った選手や予想外の結果もあったことと存じます。ここからは私の感想を述べます。数字上からだと、竹がもしレアルでロドリゴと同じシュートチャンスが11あったら、現在13得点ほどはしてるのかもしれませんね。そして三笘さんと比べますと、これなんですが、リーグが違いますので本当は比べられませんが、それを無視して数字だけ上は結構似通ってるんですよね。一番の違いはドリブル成功数とパス成功率です。三笘さんはドリブルからのシュートのイメージがあるので、ゴールのイメージが良いのかもしれませんが、1点しか違いはありません。なぜ日本代表で輝けないのか、森保さんは使いたがらないのか、
が、今回の結果で分かりました。冒頭のレーティングでガビと同率順位でしたが、バルサの選手の中ではガビは低い数字でした。そしてゴール数も1点で、アシストも縦と同じということで、他の数字で大きく違うのはパス成功率ですが、これもこれ以上の数字を残している選手はバルサ内にいますので、シャビ監督はなぜ寵愛しているのかというのがあるわけです。ガビについては見てないので知りませんが、イマノル・アルグアシル監督が縦を使うのは数字には出にくい、サッカー IQ 状況判断をして優先度の高いプレーを決断する速さと精度の高さ等々の高さを勝っているからかもしれません。これは数字に出にくいですし、よくサッカーが分かっていないと見抜けません。日本代表の監督はどうも目で見て分かりやすい数字であったり、スピードであったり、無駄に動く献身性ということを重視していると思われますので、タケは今後も2番手3番手かもしれません。これは困ったなという感じですが、フライデーの記事に U22 日本代表の大岩坊監督は、久保が W 杯で披露したプレーは評価に値する、ソシエダでやっていることを引き続きやってほしいとコメントしており、久保がパリ五輪に専念したいと直訴すれば、五輪代表で王様になれる日はすぐにでも実現するだろう。まずは同年代の中で違いを見せつける王様になってから A 代表で勝負するのも決して遅くはないと思うが、とありましたので、これもありだなと思いました。今後タケはフォーメーション的にドリブル数は上がらないかもですが、パス成功率を上げていけるようであれば、ワールドクラスを目指せるポテンシャルはあると言えるでしょう。まだ21歳、これからのタケに期待し、今シーズンの残り試合での出場が監督の考えで変わってくるかもですが、出場した際は大活躍して4位以内を死守してもらいたいと思います。好評ならシーズン終了版も比較対象の数字を増やしてやってみたいなとは思っております。頑張れタケ。